ハンバーグ。材料は簡単。パン粉、生卵、塩、コショウ、スパイス、それとひき肉と香味野菜を炒めたものを混ぜていきます。あと牛乳。これらを粘り気が出てくるまで混ぜていくわけですけど、まあフードプロセッサー使ったりとか楽していいと思います。粘り気が出るまで混ぜれれば何でもいいです。粘性が出てきたら成形していきます。真ん中をくぼませて焼いている最中にどの道膨らんでいきます。まあ、中身をふっくらさせたり生焼けを防いだりする目的がありますけど、まあ、そのまんまの大きさで焼いててもね、崩れたりする場合があるので、あと火の通りの判断がちょっと難しいとかね。塩コショウについては生のひき肉は味見できないので 1% 測ってやるのがいいんじゃないかなと思います。